ロシアの収入者大型トレーラーを用いた収入者。収入者とは、落農家で生産された牛乳を集め、クーラーステーションや牛乳工場へ運搬するための貨物自動車かつ特殊用途自動車である。タンクローリーの一種でもある。小規模で管理が難しい牛乳管輸送を置き換えるために考案された。大型のタンクが仮装されており、落農家が所有するタンクへ接続するためのホース。 牛乳を吸引するポンプ、品質を検査するため器具やサンプルを摂取する機器、角落農家の乳量を計測する計量器が備わっている場合が多い。一般的にポンプは自給式で収入者の PTO から油圧を得て作動する。少数ではあるが、真空ポンプでタンク内を負圧にして牛乳を吸い上げるものも存在する。 牛乳の品質を確認するためにアルコールを利用した品質チェックとサンプラーによる代表サンプルの摂取を行う場合が多い。計量器は機械式流量計、電磁流量計、質量流量計のいずれかが搭載され、各落農家の入量の計量を行う。近年は電磁流量計が搭載されることが多い。従来はバルククーラーの差し棒の読みによる計量が、 行われていた。収入者のタンクは衛星を保つためステンレスで製造され、タンク内の牛乳が節液する部分は研磨が行われている。また、牛乳の温度を低温維持するためタンク体は二重構造となっており断熱材が充填されている。収入者は1日の運搬作業終了後に必ず洗浄される。専用装置を利用した自動洗浄と人が タンク内に入りブラシで洗う手洗い洗浄がある。自動洗浄はタンクに備わる洗浄ノズルと排出ノズルを洗浄装置のホースとつなぎ、洗浄装置からあらかじめ設定された温水及び設定濃度の洗浄液をタンクへ送り、排出口から回収することでタンク内を洗浄する。手洗い洗浄では人が清潔な長靴を履いてタンク内へ入り、 ブラシと洗浄液で洗浄する。一般的に自動洗浄は作業時間が短く、手洗い洗浄は水の使用量が少ない。近年は組合の統廃合及び落農家の大型化が進んでいるため、全国の収入者の台数は減る傾向にあるが、その大型化が緩やかに進んでいる。ありがとうございます。